井上。 My name is 酒井かな子です。 Nice to meet you。 はい、この番組は世界に向けて発信する、次世代エンターテインメントバラエティ総合情報番組です。その名もゴンチューブ。イエイ。はい、というわけでですね、はい、この番組はね、世界に発信しているということで、うん、今週からなんといろんな国のお言葉でね、はい、ご挨拶をしましょうっていうことにしてみました。今回は英語です。まあ英語はね、うん、多分一番身近なんじゃないかなと。言いやすいね。そうだね、やっぱりね、なあの中学とかから習い始めてるしね、うん、でも今後が不安だね。英語以外さっぱりだよ。そうね本当に。何わかる？そうだな、わかんないな。ニーハオ。あ、ニーハオ、ニーハオ。あとは？私ね、英語1だったのよ。うん、うん、それは別に自慢しなくていいよ。これからね、自信がある。と一緒に勉強していこうと思いますのでね、お付き合いくださいませ。はい、はい、ということでですね、はい、来るんじゃないかなと思うんですが、そろそろ、はい、やってきました。いらっしゃい。はい、ギネスに挑戦。今回はじゃじゃん、ラホイ。1分間で食べたゼリーの量のギネス記録に挑戦。イエーイ。すごい量なんじゃないですか。すごい量だと思うんだよね、すごい量のゼリーを、ね、あ、そう、これさ、はい、この衣装変わったじゃないですか。衣装変わりました、はい、衣装変わって一発目ですよ。そうですね、悲しいことは言わないんですけど今日長いんですけど最初にこれやっちゃっていいんですかね。結構きついんじゃないですかね。ゼリーゼリーって、あー、これ待って、これ今日の朝ごはんだったんですけど、どうしよう。きたきたきた。これ朝ごはんって私もう6つぐらい食べてるんですけど。でも1分間でしょ、これすぐなくなるんじゃないかな。1分間、待って、2人で食べるわけじゃないんだ。1人がどっちやりました。え、でもこれ1分間あったら食べれそうだよね。どうします？あ、じゃあ井上さん行きます？いいですか？そうだよね、かなちゃん今日食べてきたもんね。私も食べちゃったもん。そうだね、じゃあ井上さん、ゼリー食べたいと思います。はい、開けるのがめんどくさいよね。開けるのも入ります。開けるのは私が手伝っちゃダメってことですね。あ、手伝ってもいい。じゃあ私が開けて差し上げますわ。ありがとう。ええ、じゃあもう1個は開けときますね。ずるい。なんで、だってタナがそれを押すのであれでしょ。はい、いや私どんどん、じゃあ2個ぐらいは開けとこう ね。ワンコそば的なね。はい、じゃあ井上さん行きますよ、はい、いいですか、準備いいですか。行きますよ、はい、行きますよ。1分間です。ガンガン食べてください。はい、よーい、スタート皆さん遅いです。皆さん遅いです。皆さん遅いです。そのさ、これ普通のゼリーじゃなくてこんにゃくゼリーのところにすごいね、なんかこれ嫌らわしだよね。普通ゼリーってもっとさ簡単に食べられる。ギネスはね、確実にね、普通のゼリーだと思うんですよ。はい、こう4、3、2、1、はい、終了。はい、井上さんもうほんとダメ。井上さん、うん、私もやってみます。何言ってるか。え、待ってね、奈々ちゃんとりあえず 1,2,3,4,5 個ね、口の中の含めて頑張るよ。頑張るよ。え、めっちゃ食べるよ。頑張る。大丈夫。じゃあ、はい、いただきます。頑張る。飲めってこと？
ギネス記録、うん、180g、うん、ギネス記録を持つのはダミアン・フレッチャーさん、うん、箸を使って1分間に 180g を食べた、うん、72個全然ね、この番組がね、本当にギネスを更新しようという気がないっていうのは、ね、今日判明しました、ね、もうちょっと優しくしてくれたらいいかもしれないのに、ね、頑張りましょう、これいろんな課題が今日見えていた本気でギネスに挑戦する気を持とうっていう、はい、あこの衣装ののがね、もうちょっとまだ続くからね頑張ろうね、気持ちになりました、はい、頑張りたいと思います、はい、頑張りますということで、次回もゴンチューブ